ホグワーツレガシー、前回に続きはプレイしていきましょう。さて、杖返すところからですね。ほら、取ってやったぞ。レイブさん、杖がありました。ありがとう。やっぱり近くにあったか。よし、下がっていてくれ。呪いが解かれたとき、何が起こるかわからない。え、開けてくれよ。レイブさん。気をつけるんだよ。その呪文を使うと取り返しのつかないことになる。何度も見たんだ。何も起きなかったぞ、お前。開けてやってくれ、そこ。どうにか俺が開けた感じになんないかな。ありがとう、イスコさん。いいんだ。俺言うのはこっちだよね。君の勇敢さに救われたよ。君たちと姿くらましできるかどうか、やってみよう。先に行って、シンガー巡査を探して。私たちは自力で出るよ。タッチ。わかった。だが気をつけてくれ。ありがとう、若き友よ。俺パス。ええー。戦いに備えて。ええー。アッシュワインダーズに仕返ししよう。ええー。求めてないな。安全に脱出したかったんだけど俺。ええー。普通にもう。帰れるつもりでいたんですけど。あれ？違う、どっから帰るんだ？こっちでいいのか。よし。え、仕返しようって。いいのかな？普通に。普通に帰っちゃっていいのかな？抜け出す方法。シンガー巡査を見つけて、ハーローを完全に始末してやろう。普通にいる。ナツァヨーナイ。なるほどね。それとトロールの退治屋か。二人とも無事でよかったよ。生徒に助けられたってイスコレイブから聞いてたんだ。あんたたちだと気づくべきだったよ。レイブさんの様子は？大丈夫、奥さんのところへ送ってやった。ミスオーナイ、あんたが危険を冒したあの男たちを追っていると知ったらお母さんは喜ばないと思うよ。シンガー巡査、ナティと私はホグズミードの人たちがアッシュワインダーズに狙われてることを突き止めました。ルックウッドとハーローはナティやレイブさんをさらって奥さんを脅迫し、アガバス・フィルバートとホット・ディブルをゆすってたんです。言いたいこと言うだけで会話する気ないよな。あんたたち二人のことだけど、やる気はとてもありがたいんだけど、危険なことだって分かってる？次からアッシュワインダーズのことは当局に任せてちょうだい。できてねえからやってやってんだろう。お言葉ですが、この件に関して当局は動いてくれません。No。 アッシュワインダーズみたいな組織を相手にするってことは、ちょっとの嫌疑をもとに飛び込んで奴らを連行するだけじゃ済まないんだ。奴らのことは私たちに任せて、この話はこれで終わり。ナッツァイ、私が話す前にお母さんに話した方がいいよ。母さんはいい顔しないだろうな。助けてくれてありがとう。また今度話そう。トカゲの尻尾切りで下っ端だけ捕まえて終わりになるっていう可能性があるってことなんだろうけどな。クエスト、密漁者たちの訪問、これやっていこうか。マップどこだ。ホグワーツか。ホグワーツだ。あ、外か。ここでいいか。間違えた。ポピー。どこだ、ポピー。こう行った方が早いか。ポピー。いない。また寝なきゃ。よかった。そうだよな、こんなとこに寝てるやついて起きたら無事でよかっただよな。そこにいたんだ、心配したんだよ。密漁者がおばあちゃん家に来たんだ。ホーンテールホールで私を見て調べてきたみたい。どういうこと？おばあちゃんは無事？無事だよ。でもおばあちゃんの
みんなの家が狙われた。卵を探しに来たんだ。家中ひっくり返してたって言ってた。おかげで破滅だってわめきながら。破滅？ごめんごめん。ごめんポピー。おばあちゃんが無事でよかった。二人ともそこまで頭が回らなかったね。考えが甘かった。密猟者を見くびってたよ。そのせいでまた別の生き物が狙われる。っていうと？密猟者は収穫が欲しかったみたい。おばあちゃんが珍しい魔法生物を研究してたのを知って資料を持ち去った。問題はその中にスニジェットの秘密の生息地に関する情報があったことだよ。スニジェット？スニジェットってどんな生き物なの？金色の羽をした小さな鳥だよ。どんな角度にも翼が曲がるから、どの方向にも急ターンできるんだ。クイリッチで使われる金のスニッチはこの鳥がモデルなんだ。昔は本物を飛ばしてたなんて野蛮だよね。どうしてスニジェットが狙われるの？密猟者が狙うような生き物なんだ。スニジェットを捕まえればドラゴンよりも大きなお金になるはず。あ、そうなの？金のスニジェットの羽と目玉はとんでもない貴重品なの。だから絶滅に追いやられたんだ。欲に目がくらんだ魔法使いが狩り尽くしてね。密猟者に見つかったら無理な繁殖をさせられてお金のために殺されるに決まってるよ。スニジェットの居場所が書かれていた。具体的な場所が書いてあったの？暗号めいた書き方だったみたい。不幸中の幸いだよ。密猟者の頭じゃ多分見つけられないと思う。おばあちゃんの記憶によると手がかりは月の光の中としか書いてなかったって。それで何箇所かに絞れるって言ってたけど。探すか。密猟者の手からスニジェットを守りたいみたいだね。おばあちゃんは関わるなと言ってた。スニジェットが生き残ってたら密猟者に狙われるって悲しそうだった。ドラゴンを助けた時は向こうも油断してて楽だった。でも今回は警戒してるよね。味方が欲しいね。密猟者を憎んでて生き物を大切にしてる人がいたら。それだよ。あなた天才。あ、ケンタウルスか。ケンタウルスがいる。あの人たちならスニジェットのために立ち上がってくれる。いやー、助けてくれないよ。ケンタウルスは友好的な種族じゃない。魔法族を嫌ってるんだよ。特に今はね。ただアプローチには気をつけないと。警戒されるだろうし。それでも唯一の希望かもしれない。ちょっと考えてみる。計画を思いついたらすぐ知らせる。まあ、考えてくれるのは楽でいいよね。楽っていうのかな。で、クエストはもうこれか。地図のマーカー移動しよう。どっから行けばいいんだっけ。こっからでいいか。よし。いやー、あまりにもいろんなことにさ首を突っ込みすぎじゃない？学生同行とかそんなレベルじゃなく、こっちじゃないわ、こっちだわ。あくまで一般人よね。大丈夫なの？そんなんして。大丈夫じゃないから大人が止めに来てんだろうけど、まあ大人が使えねえからさ。いや、本当に何の役にも立たんよな。魔法界の大人。よしよし。オッケー。地図の間来たぞ。てか先生いなくね？ただいま。さ、一回近づかないといけないのか。先生、お知らせがあります。ゴブリンがもう一つの保管所を探しています。そのためにドリルを作ってました。実に厄介ね。
保管所というのはルックウッド城の壊れた箱のような。ええ、そう。もう時間がないわ。地図をご覧なさい。幸い次の試練はかなり近いわ。ホグワーツに？生前の私は校長だった。校長室に肖像画が飾ってあるわ。実はあなたの到着をブラック校長が察知するところを見ていたの。あなたのことが気になった。あの、次の試練は校長室なんですか？そうよ。その時が来たら部屋の主に力になってほしいと思っていたの。残念ながら校長は自分以外に興味がないの。不在を狙って校長室に入らなければならないわ。それはまずいだろう。それじゃあ中に入る方法を探します。よろしい。そこの肖像画で待っているわ。また会いましょう。ダンブルドアだったらな、楽だったのにな。校長室にはどうやったら入れるんだろう。フィグ先生なら方法を知ってるかもしれない。みんな感情を失っちゃった。まあそうだよな、フィグ先生頼るしかないよね。マップ、よし。で、こっちで、ここだ。先生授業やってんの全然見ないんだけど、やってんのお前。先生。ミジェットを守るためにどうやってケンタウルスに近づけばいいか分かったかも。禁じられた森で会いましょう。先生。次の試練の場所が示されました。何か変わったのか。ゴブリンはルックウッド城で見たような保管所を探してます。ロドゴクと調べました。それに彼らは調査用の巨大なドリルも作ってます。フィッツジェラルド先生は心配そうでした。なるほど。ランロクは我々の予想よりも知っているようだな。それと先生、実はロドゴクがミリアムさんを知ってました。彼がミリアムを？二人はルックウッド城で会いました。彼女は調査をしてて、そこでポートキーの箱を見つけたんです。ロドゴクは彼女を気に入って、ランロクに背いて箱を持ち帰らせました。なんと言えばいいやら、誰でも魅了してしまう人だな。話をもっと聞きたい。むしろロドゴクから直接話を聞きたいな。だが時間がない。次の試練はどこだ？まさかと思うでしょうけど、校長室です。なんと、怪獣像の横を通るには合言葉が必要だ。校長のしもべ妖精なら知っていよ。校長の屋敷しもべ妖精を知らないのに話せるでしょうか。向こうに忠実でしょうし。そう、だから変装する必要がある。ちょうどここにポリジュース薬がある。なんでちょうどあるんだよ。校長の声と姿になれるぞ。あの、ポリジュース薬には変身後の誰かの一部がいりますよね。調合も時間がかかるんじゃ。そうだ。ブラック校長に変身するポリジュース薬を持ってるのはなぜですか？こういったものはいつ必要になるかわからんからな。彼の代理として魔法省に出向くという無駄足を踏んだ後、何か用意しておく必要性を感じたのだよ。さて、時間は有限だ。飲んだら説明をしよう。どうかね。すごい。しばらく忘れられそうにない味です。声はどうですか？バッチリだ。勝手ながら君のローブも変えさせてもらったよ。前に話した通り、スクロープから合言葉を聞き出す必要がある。彼は城内のどこにいるかわからないがな。小川先生を探すといい。彼女はスクロープにクィディッチのことを吹き込んで校長を説得させようとしているのだ。今のところ成功していないがね。なるほど。でもブラック校長に見られたら？任せなさい。
我々はホグズミードで魔法省の関係者と会う予定だと伝えておこう。それで時間が稼げるはずだ。ありがとうございます。それでは地図の間で会いましょう。ブラック校長から感謝の言葉を聞くとは何とも不思議だな。では後で。校長の屋敷しもべ妖精を探そう。なんかいいのかな。もう余計にフィグ先生なんか疑ってかかりたくなってきたな。校長、お時間いただい。校長、探しましたぞ。例の忙しいんだ、シャープ先生。失礼。そうですか。ただある魔法薬についてお尋ねになりましたな。その件で。ああ、そう。そうだったな。話したまえ。時間がないんだ。ここで話すのはよろしくないのでは？どうするべきかは自分が決める。シャープ先生、自由に話してくれ。でしたら、おできを治す薬ができました。よろしければ校長室に持っていきます。こそこそする必要はない。生徒に届けさせてくれたらいい。生徒ですか。まあ、校長がそうおっしゃるなら。そうしてくれ。それと、ありがとう。たっぷりと調合してくれたならいいんだが。ではフィグ先生がない任務を課す生徒を選ぶとします。こんにちは。じゃなくてそこをどきなさい。楽しんでるな。なら秘書か誰かに言いなさい。さあ向こう。校長の足音が聞こえたような。やれす。いや、ミスターウィーズリー、何をしている。ああ、行かねばならん場所があるのでは。校長先生、もちろんです。今は他に行きたい場所がたくさんあります。僕にできることはありませんか。屋敷しもべ妖精を探している。見かけたはずだ。ああ、片耳の小さい彼ですか。大広間へ向かってるのを見かけました。校長先生が素晴らしいとかなんとか言ってましたよ。君を見ているぞ、ミスターウィズリー。ハニーデュークスのレディングさんから聞いたが、何でもビリービグの針が消えたとか。魔法薬の重要な材料だ。君は熟練の魔法薬師と自負しているな。え、でも僕はハニーデュークスに近づいてもいません。僕は。まあ十分。誰がどこで何をしているか私にはお見通しだぞ。もう行きたまえ、ミスターウィズリー。遊んでるな。お、ちょっと待ってくれ。できるのかこの格好で。猫おじさん。これは日記に残さなきゃ。ロードが長いぞ。こんな走らないんだろうな普段。今は君たちに割いている時間はないのだ。さあさあ。校長がここに。どんなようだ。ミスターゴーンとどこに行くつもりだね。何ですか先生。ただ外へ行くだけですが。オミリスをいじめないで。休みを取るわけか。時間を無駄にする生徒の典型だ。え、20インチの花発火の絵とその使用法をまとめに温室へ行こうと。ああ、そうだな。晴れ草の海と混ぜるたい。そうだ、いいひげ用クリームができるぞ。ああ、気分でも悪いんですか。いつもと様子が違いますよ。私は極めて健康だ、ガーンと。医学的な診断が必要なら聖マンゴ病院に行く。ブラック校長は優秀な生徒だよね。はい、じゃあこれ一旦区切りましょうか。校長、少しお話が。次回小川先生と話していきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。